ファッションモデルとして活動されている馬場ふみこさん。映画や月9のドラマにも出演を果たし、活躍の場を広げていますよね。幼い頃から周りに大人がいる環境が多く、児童劇団で活動したり、バレエやピアノの発表会で人前に立つことも多かったので、昔から物おじせず度胸があると言われてきたそうです。ですが、20歳になるまで人見知りでネクラな性格をしていたという馬場さん。そのため、共演者やスタッフと話すことができず、またインタビューなどでもうまく話せなかったこともあったようです。そんな馬場さんの出身校や生い立ち、芸能界デビューのきっかけをご紹介します。馬場ふみこさんのプロフィール。本名、馬場ふみこ。生年月日、1995年6月21日。年齢、26歳。2021年6月現在。3サイズ、バスト83、ウエスト56、ヒップ84。出身地、新潟県新潟市。身長167センチ。血液型 AB 型。所属事務所ネームマネジメント東京本社。デビュー年2014年。愛称ふみふみ。活動内容ファッションモデル、女優。家族構成父、母、姉。芸能界へのきっかけは？馬場さんの芸能界デビューのきっかけは地元の新潟県でスカウトされたことでした。当時は14歳でフリーペーパーの新潟美少女図鑑でモデル活動を始めました。スカウトされる前からキッズ劇団にも所属していたため、もともと芸能界には興味があったそうです。そして劇団で身につけた演技力を生かし、映画パズルで女優デビューを果たしました。2014年に放送された仮面ライダードライブでは敵役のメディック役を好演し、女優として注目を集めます。2015年には週刊プレイボーイでグラビアデビューを飾った馬場さんは、同じ年にファッション雑誌ノンノの専属モデルに抜擢され、グラビアとファッションモデルの仕事を両立させ、モグラ女子の代表的な存在になりました。2017年には週刊プレイボーイに登場したグラビアアイドルから選出されるグラジャパアワード2016を受賞。ガールズアワード2017スプリングサマーなどではランウェイモデルとしても活躍しました。女性からの人気もすごい。そんな馬場さんですが、男性からだけでなく女性からも人気があります。その人気の理由はどこにあるのでしょうか。専属モデルを務めているのんのの特集で、馬場さんがモテる10の理由というコーナーがあったので、そこに書かれていることをまとめてみました。自分の体の変化を楽しんでいるから、どこかに女らしさを意識しているから、自分を甘やかすことを忘れないから、体が綺麗に見えることを大切にしているから、人の目を見て話を聞くようにしているから、気分に正直だから、作品と人との縁を大切にしているから、気にかけてもらえるとニコニコが顔に出ちゃうから、いつでも誰とでも自然体だから、モデルとしての可愛らしさや綺麗さを意識することはもちろん、自分に正直な姿勢が人気の秘訣みたいですね。人懐っこい雰囲気も老若男女問わず人気がある理由です。出身校と学校生活。次に馬場さんの学歴についてご紹介していきます。馬場さんが通っていた小学校は新潟市立新潟小学校です。幼少期はクラシックバレエを習っていました。当時はモーニング娘。に憧れていたそうなので、もしかしたらアイドルの道を目指していたかもしれませんよね。幼少期から家族に何かを反対されたことがなく、やりたいことはやった方がいいという家庭で育ったそうで、習い事や進路についても自身のしたいようにしてきており、家族はそれを応援してくれたようです。そして馬場さんの母親は美容関係の仕事をしており、その影響で幼い頃からおしゃれに興味があったそうです。小学生の時に一人で美容室に行き、自分で髪型のリクエストもしていたようですよ。馬場さんが通っていた中学校は新潟市立寄居中学校です。
中学時代も部活動には所属していませんでした。しかし、その分、ピアノやバレエなどの習い事に加えて、地元のキッズ劇団アプリコットにも所属していました。そして、中学2年生の時に、新潟美少女図鑑でスカウトをされているので、中学生の頃からモデルとしてのお仕事を始めています。モデルの仕事を通じて女優になりたいという気持ちが強くなったそうですよ。ババさんが通っていた高校は新潟市にある慶和学園高等学校です。高校では部活動に所属はしていませんでしたが、習い事はしていました。バレエやピアノなど数多くの習い事をしており、帰宅部とはいえど忙しい毎日を送っていたでしょうね。高校生の頃からモデルや女優の仕事をしていましたが、学校には支障がない程度の活動でした。学校行事にも参加していたそうですよ。普通の女子高生として生活をしていたんですね。慶和学園高等学校は男女共学なので、ババさんは周りの男子から人気も高かったのでしょうね。ババさんは大学には進学していません。芸能活動に専念するため、大学へ進学しないことを決めたそうです。芸能人の中には大学生活と両立している人もいますが、高校生の頃からモデルと女優の二足のわらじで活動していた馬場さんにとって勉強も両立させるのは難しかったでしょうね。幼い頃から劇団で演技について興味があったこともあり、もともと大学に進学するつもりもありませんでした。馬場さんのご家族は？実家の家族構成はお父さん、お母さん、4歳年上のお姉さん、ババさんの4人家族です。ババさんのお姉さんはミカさんといい、一般の方ですがとても美人さんで有名なんだそうですよ。お母さんも笑顔が素敵な優しい方で、昔から母と娘というより3姉妹のような関係だったそうです。またお姉さんはすでにご結婚されていてお子さんもいらっしゃるようです。ご自身のツイッターでも、姉から送られてくる姪っ子の写真に癒されていると、とってもメロメロになっているようです。ババさんのプライベートや性格は？アニメの中ではサイコパスが大好きのようです。学生時代は勉強やスポーツができなくても気にしなかったようですが、思うように芝居ができないことで初めて悔しさを感じたとコメントされています。また、ファッションが好きなため、私生活でもセットアップにこだわっているようです。性格的には自分の考えや間違っていると思ったことはすぐに言うタイプ。お母さんのことが大好きで、仕事に対する誇りや友人と共に楽しむ姿などを見て、お母さんのような女性になりたいと思うこともあるようです。食べることとお酒を飲むことが大好きで、特に肉が好きですが料理が全くできないそうです。そんな馬場さんですが、休みの日は買い物へ行くか、昼頃まで寝て映画やドラマを見ながらゴロゴロしているそうです。どうでしょうか？少しは人柄も見えてきたのではないでしょうか？馬場さんは女優としても活躍中ですが、演技力も高いと話題になっています。2017年に放送されたコードブルードクターヘリ緊急救命ザ・サードシーズンで、新人看護師役を演じた馬場さんの演技力に圧倒された人は多かったです。映画劇場版コードブルードクターヘリ緊急救命でも同じ役を演じました。2018年にはドラマ深夜のダメ恋図鑑で初主演を果たした馬場さんは、2019年にねえ先生知らないの？でも赤楚衛二さんとダブル主演を果たします。ドラマ 3B の恋人でも小林春役として主演中です。ドラマへの出演もオーディションを勝ち抜いたことで獲得しており、演技力の高さが評価されていることがわかります。この時のオーディションにどれくらいの人数が参加したかはわかりませんが、合格したのは馬場さんと荒木優子さんの2人だったそうです。今後も馬場さんの女優としての活躍に期待できますね。